これより第2クォーターに入ります。広島、画面向かって左から攻める形に変わります。ボールオン自陣10ヤードから広島サードダウン11。パス不成功。クォーターバック左に展開しながらしていました。ワイドレシーバーにパスを投じましたが、このパスは不成功に終わっています。広島フォースダウンに変わります。広島フォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。自陣深い位置ですので、パンターはエンドゾーンの中から蹴ります。このパントシャンク、プレッシャーからパンターシャンクしてしまい、距離がほとんど返せませんでした。自陣脱することできず、自陣36や37ヤード付近でボールは止まり、この時点で攻守交代となります。攻撃権ベアーズに変わりまして、ベアーズ相手陣37ヤードの絶好の位置から攻撃開始となりました。クラブベアーズ相手陣37ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック6番右にいました。ワイドレシーバー1番にヒッチパス、1番キャッチアンドランで相手ディフェンスをかわしながら約3ヤードのゲインとしています。パスを投じました。クォーターバック6番は、クォーターバック6番は杉田に取りました。ワイドレシーバー1番は杉田です。クラブベアーズセカンドダウン7、ボールオン相手陣34ヤード。ナイスラン、ファーストラン。今度は今日つくようにランニングバック45番にハンドオフ、相手とすれ違うように45番見事に中央突破しまして、攻撃権更新です。クラブベアーズファーストラン、鮮やかなランを決めました。ランニング枠45番は川端。クラブベアーズ相手陣25ヤードからファーストダウン10。今度は手前にいたスロットバックにハンドオフしてのランプレー。キャリア92番、その体育を生かして中央に飛び込みまして、約5ヤードのゲインとしています。キャリーしました92番は山中。クラブベアーズ相手陣20ヤードからセカンドダウン5。クォーターバック6番オプションキープ、自らキープしまして中央突破展開し、約3ヤード4ヤードのゲインとしています。キャリーしましたクォーターバック6番杉谷、大阪体育大学出身、エイジ52。クラブベアーズサードダウン2。さあここでイエローフラッグ、反則が発生しています。
審判団から黄色いウエスがフィールドに投げ込まれました。これは反則発生を意味します。まもなくその判定が審判団から下されます。オフェンスの反則です。チョップブロック、相手選手を2人がかりで上から下から挟み込むようにブロックする危険な行為です。このプレーは危険な行為としまして重大な反則に扱われます。発生地点から15ヤード抜退しサードダウンやり直しとなります。クラブウェアーズサードダウン17で試合再開。さあ厳しい状況に変わりましたがどうなるでしょうか。さあこのパスはどうか。パス成功、ファースクォーターバック6番。この厳しい状況をバイトレシーバー1番へのロングパス、1番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新としました。クラブウェアーズファースター見事なパスを投じましたがクォーターバック6番の杉田に、取りましたのはワイドレシーバー1番の杉田。杉田に52歳とは思えない素晴らしいパスを投じました。クラブベアーズファーストダウン10。さあ中央へのプレー、何枠45番ハンドオフを受けて右オフタクロー突破、約2ヤードから3ヤードゲインとしています。キャリア45番は川端。クラブベアーズセカンドダウン8、ボールオンは相手陣11ヤード。パス不成功。今度は左に展開していたワイドレシーバー82番にパスを投じましたが、このパスは不成功となっています。広島ナイスカバー。クラブベアーズサーダウン8、ボールオンは相手陣11ヤード。攻撃権更新は残り8ヤード、そしてエンドゾーンまで11ヤードのポジション。QB サーク。クォーターバック6番、右にスプリントアウトし、ここからパスを投じようとしましたが、それを広島52番が追いつきまして、キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。素晴らしいパシュートでキュービーサーク決めましたのは、広島ホークス52番の清水。ここでウォーターブレイクとなります。第2クォーター残り時間5分を切ろうというと切ったところで、クラブベアーズが非常にいい攻撃を展開し、相手陣深い位置まで攻め込んでおりましたが、ここを広島ディフェンス陣踏ん張り返し押し返しているところで、現在ウォーターブレイクとなっております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。クラブベアーズフォースダウン19という状況ですが、ここでフォーメーション変え、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス40ヤードのロングフィールドゴール、キッカーは87番ユキタ。
ロック。フィールドゴール失敗。これをなんとか決めんと蹴り出しましたが、そのキックを広島ブロック、大きく押し返す形でこのフィールドゴールを阻止し、無得点で終わらせました。攻守交代となります。広島自陣41ヤードの位置からの攻撃に入ります。広島ホークスファーストダウン10。ベアーズナイスディフェンス。広島まずランニングバック29番でしょうか、ハンドオフをしまして左オープンをつかせましたが、このランプレー、39番ですね、ボールを持たせましたが、このランプレーを24番のパシュートによって阻止し、約3ヤードロスに変えています。クラブベアーズ24番はマウタリ。広島ホークスセカンドダウン13。クォーターバック3番パスを投じようとしましたが、スクランブル決め打ちに近い形で中央を切れ込みまして、左に見事なステップワークでゲインを果たし、約8ヤードを獲得しております。広島ホークスクォーターバック3番は山口。さあまずその走りで状況の打開を図ります。広島自陣46ヤードからサーダウン5。ベアーズナイスディフェンス。ここで広島オプションプレーを選択しましたが、これを見計らってディフェンス陣が殺到、結果的にこのランプレー阻止しましてフォースダウンに変わります。広島ホークスフォースダウン6。広島ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。広島まずここは一旦落ち着かせんと前半1回目のタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただきました各企業様、個人様のご寄付、ご支援、ご記者によりまして、この企画は成り立っております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も募集中です。この YouTube 配信の説明概要欄にもその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございますので、もしその意ございます方々はぜひご企画、賛同よろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトを解けまして試合再開。広島フォースダウン6、パントフォーメーションを選択しています。これは広島ナイスカバー。ベアーズ1番がリターン試みとしましたが、これは広島がカバーよくほとんどリターンさせず、ベアーズ陣30ヤード付近でボールデッド、この位置で攻守交代となります。
攻守変わりまして、今度はクラブベアーズの攻撃。ボールオン自陣30ヤードからベアーズファーストダウン10。パス成功。クォーターバック6番ワイドレシーバー0番にパスを通し、0番キャッチアンドラン、約2ヤードのゲインとしています。パスを投じましたクォーターバック6番は杉谷、取りましたワイドレシーバー0番は河野。クラブベアーズセカンドダウン8。今度はランプレーを投入します。ランニングバックにハンドオフしまして、中央トップ測り、約5ヤ3ヤードのゲインとしています。キャリア45番は川端。クラブベアーズサードダウン5。ここでオプションプレーを選択。ピッチを受けました45番、右オープン展開を図りましたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン3。パントフォーメーションを選択しました。ここでホイッスル。チームタイムアウト。ベアーズ前半の1回目です。クラブベアーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。時間をギリギリで消費したという形になっております。互いに守備の奮闘ありまして、両者無得点という状態が続いております。前半戦残り時間23秒となっています。試合再開となります。クラブベアーズフォースダウン3。パントフォーメーションを選択しています。吉間リターンに入ったが、これはベアーズナイスカバー。カバーしていましたベアーズ1番がこのリターナーを仕留めまして、広島自陣30ヤード付近からの攻撃となります。広島自陣30ヤードからファーストダウン10。ランプレーを展開しました。キャリア39番、ハンドオフを受けて中央突破、2ヤードのゲインとしています。
ここで前半終了です。前半終了となりまして、広島ホークス0点、クラブベアーズ0点、両者無得点で前半戦終了となりました。